OK FWJMC 野沢翔ですそれでは今日はコンテストに関わる注意事項をご説明しますそれではまず選手の集合時間です選手の集合時間は基本9時となるんですが状況や環境によって若干前後する可能性がありますので各コンテストごとの集合時間をしっかりチェックしてその時間には必ず会場にいるようにしてくださいこれに遅れてしまうとはい、出場 できなくなる可能性が大です皆さん集合時間は基本9時各コンテストのホームページをチェックですバックステージパスの購入についてです基本バックステージパスの購入は選手登録時に選手ご自身が最大2枚までご自身で購入することが条件となっていますそしてバックステージパス1枚に対して 観戦チケット1枚を購入することがこれが絶対条件となりますので皆様ご注意よろしくお願いしますこの観戦チケットは A 席 A 席 B 席どの席で購入でも構いません選手のバックステージへの集合時間についてタイムテーブルを基準としてご自身の出場するカテゴリーの30分前を目安としますこの時間には控え室にいてください スタッフが呼びに行くので、その呼び出しを聞き逃しなきをよろしくお願いいたします。パンプアップは基本ご自身が持ってきたまあチューブ、プッシュアップバーを使ってのパンプとなるんですが、そのチューブを使うときにバックステージの壁とか物にゴムチューブを引っ掛けてパンプするのは非常に危険です。過去にもそれで怪我の事例があるので、皆さんチューブ、プッシュアップでのパンプアップは必ずご自身のスペースで行うようにしてください。 続いいててはゼッケンの位置について多くの選手がジャッジから「ゼッケン見せてください」「ゼッケンが見えない」という指摘を受けているので必ずどこににに立っていてていもジジャッジに対しししが見えるようにしましょう。まょメンズフィジークは左につけるのがルールとなっていますがビキニ選手については軸足となる体がジャッジに向く方になるべくゼッケンをつけてそれこそどこにいても ジャッジに対してゼッケンが見えるようにしましょうここからは審査のお話になります選手は必ずゼッケン番号を手にしたらもうゼッケン番号を必ず覚えましょうもう自分のゼッケン番号を呼ばれて自分の番号を確認しないでも呼ばれたら手を挙げる常に呼ばれたら手を挙げる癖をつけるようにしておきましょうこれさえやっとけば審査の進行の妨げにはなりにくいので皆さんゼッケン番号は頭に入れて呼ばれたら必ず手を挙げるということが重要になります 選手のステージの入退場については選手からステージに向かって左手からセンターに入場して審査を受けてそのまま右手に流れていくのがステージの流れの基本となっています入場時は皆様から向かって左手からセンターに入ってきてフロントバックのツーポーズでそのままバックラインに履けますそして皆さんいよいよ比較審査となります 上位のの可能性の高い選手がファーーーストココルルとしてコールされますそしてもちろんこの呼ばれた時には必ず手を挙げてステージのフロントラインにラインナップしていくんですけれどもここが大体10名から12名コールされることになるんですけれどもここでファーストコール上位の可能性の高い選手が呼ばれ比較されていきます。こののファーーストコールの中から4名名もしくは8名が ファイナルコール要は決勝進出者として一度バックステージに下がりなさいと言われますここでいなくなってしまわないようにお願いしますファイナルコールに残った人はバックステージで待機これが非常に重要となりますそしてファーストコールで残念ながら残ってしまった選手はセンターに寄っていってセカンドコールのピックアップをしてセカンドコール審査終了 そしてバックラインにいた選手はサードコール比較審査をしてそのまま比較審査終了となりますここで4名から8名ファイナルコールに残った選手がバックステージから最後ステージのフロントラインに出てきて最終決戦ここで4名に削られそして本当に一騎打ちの時は2名に削られ上位が決まっていくわけでございます。 続いて皆さん表彰式についてですけれども表彰式はタイムスケジュールを基準として30分前ににには皆ささん控室にいるようにしてくださいそしてコンテストのこの醍醐味というのは順位よりもやはり表彰で最後にジャッジにフィードバックを受けるところにあるので表彰には残るようにしましょう。続いてはコンテスト時の注意点として。 会場を汚さないということが我々のスポーツマンシップの一つとなりますですので選手の皆様は必ずマットバスタオルを持参してその上でパンプをするそして壁に手をつかないこれも非常に重要なこととなりますコンテスト時の注意点その2として皆さん持ってきたパンプアップチューブプッシュアップバー等は必ずご自身で持ち帰ることが重要となりますこれは皆さんの体を パンプさせてくれた重要な機材ですので必ず皆さんご自身でお持ち帰るようによろしくお願いいたしますコンテスト時の注意点その3として過度な水分塩分調整これ選手の皆さん気をつけてくださいねやはりボディ競技フィットネスは元々は健康ということが根底にあります健康な状態元気な状態でステージでご自身の体を披露するためにも過度な水分塩分調整はしないようによろしくお願いいたします それでは皆さんいよいよステージだ全力でコンテスト楽しんでください